はい、と2020年4月16日英語物語対戦イベント in インドネシア3日目ということでやっていきますけど、どうでしょう本日は。デッキは右の感じなんですけど、どんな感じかというと48の28できまして、昨日が31の15ということで17の13、いいんじゃないですか。17の13だよね、南米見てもそうだよね。48、31、17ですもんね。28の15、13ですよね。17の13ですって、いいですね。ランクが上がっとるのか。 B++++ から A+、 まあ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 、低コストが苦手なアナウンサーとしてはあれだね。というのはこれちょっとあれか、音楽あれだで、ね、デッキに戻しますけど、低コストが苦手な私がね、結果じゃないけど、まあそこそこに戻ってきた。あれちょっと待って、何だったな、どんなものだった。7割ぐらいいってるのか。7割ぐらいいってるあれなんだけど、17の13だもんね。7割いっとるね。いいのは要はこれがフルテですよ。費用対効果が高いっていう意味、あのコストに対しての性能が高いから、向こう側のはね多分あの勝率悪いはずなんですよ。似たようなデッキでやっとるんですよ。というのがやっぱあれだよね、これをどうしても生かしたかったヒッターを、だから全体攻撃だからずらしたんですよ。これ最初ここに入れたりいろいろしたんですよ。ごちゃごちゃしとったんですよ。これもね初手これ使わんかったかな、確か最初初手何使ったかね。あ、そうそう、最初ね全属性だからね、全属性使えばいいわって言ってね、ネギじゃない、ネギが重い全属性のね、向こうは全属性使っとるんですけど、あいつねすごいマニアックなやつ使ってたんですよ。どれだったかな、これぐらいだったかな、ちょっと待ってくださいよ、これこれこれ鼻すすっちゃったけど、肉和風を使ってたんですよ。全属性だから3000真ん中ぐらいあれば、新潟さんとかイベの方のただけんかなってやったんですけど、これがまた企業貧乏とか中途半端でまとまりすぎてね、向こうの方でまた話しますけど微妙に叩けんのですよ。3600ぐらいだと全属性でも、だからちょっと却下かな。でかといって耐えるわけじゃないし、向こうの方で喋るんですけど、向こうはね全属性のね誰だったかな、これこれこれボンジョビ使ったんですよ。3200、3200、これぐらいなら叩けんかな。でやっぱこっちもね叩けんくてね、ただコストが2420ぐらいでね、新潟に入れると27ちょっときついかなというところで、そこで目をつけたのがやっぱこれですよね。全属性ではじゃなくても費用対効果としてコストの割にこれか。あとあれじゃない、あのあいつあいついつものでここにいますが、しっかりいますが、三日先生じゃない、コスト的に言うと。ただ初手に火入れるとね、低コストだとね、毎度おなじみのゆかさん来るしっていうところで辛いので、本当あれだろうな、火だけのがいいだろうな。あ、火だっていかんか、座れるで風だとあれか、こいつこいつクエーサルだと1ターン生き残ると、ここで大体水吸いがラッシュしますわね。地獄スズメだ、CR スズメとか宇和島とかあの辺りが出てくるもんで、ここだから火単体のがいいんですね。風でもいいんだけど、風だとそんなに属性の相性負けするもんで、そんなでこれをずらしたんかな。ここら辺に火が大体湧いていきますがね、不利ですがね。でここで大体あのあれ言葉詰まった言葉詰まった、あのあれあれ防御系のやつが出てきますが、こっちで選んでもこっちでやった方がいいよね。ほんとね、2ターン目で大体ですから、カニパンとか最初使ったんですよ。お前ほんと脈絡もなく自分の言葉だけで喋ってて、絶対これ理解してもらえんような言い方しとるから、まあまあね、 そういう私はキャラということで逃げておきますけどね。カニパン、カニパン2ターン目にいましたよ。コスト的にどうだろう、あれ防御じゃないか、カバウだか。カニパン、カニパン、カニパン、カニパンで分かると思うんですけど、カニの、カニの方のこいつこいつ、これこれこれ、これが23ぐらいでね、ここ使うのとそんな変わらんすかね、ヒッツは26ですかね。そんなのこれも使ってみてたんですよ。でもやっぱ私の性格的に、ま、守るより叩いた方がいいんじゃねえかみたいなところで、で変えたんですかね。これもまあまああれだね。だからここら辺でどうしてもね、この何、守る系が出てくるから、そこら辺のところでどうしてもね、攻撃系で抜いていきたいよなって、まあ、性格的にね。これはもう完全イベイルだから使ったっていうのとギャグだね。あと今回要はこれが出てきますがね、ちょっと待ってくださいね。
これだとコスト10で非2ターン 80% 僕だって、まあ非常に、ね、性能高いところですかね。だからみんなこれここら辺ぐらいから全然火が出てこないよね。普通ここら辺の最後で無理やり何地獄スズメ入れたりとか、火で言うと 100% 回復いますわ。そこら辺でもなんか避けとる傾向があるよね。水とかあの風のばあさん全員回復する、あの辺りにどうしても逃げとる。多分そうだろうな、水使うんだったら相性がいいもんで風の方がいいっていうね。だからそっちの方に逃げとるんでしょうね。さらにここら辺だとみかんが出てくるからね、全体攻撃かましてもらえる、なんかその温厚を受けれるっていうのもあるで。だろうな、そうだな、これはほとんど機能してない。コスト的に10なのと、あのイベ補正があるから、まあ、スキル使わんでも使っても効かんでもどっちでもいいやというところで、お前脳がき長いんでやっていきましょうということで、はいということで分かりましたということでやっていきましょう。レッツラドン、おそらく私はねここら辺の効果だと思うんですよね。向こうがねここら辺の構成は一緒で、一緒になったんかな最終的に。ここら辺が違うぐらいかな。それはあれだよな、同じ人がやるんでどうしても似通ってくるような性格的にな。やっぱ守る系の作るより、何遍も言うけどあのミアっていうのはあのあれですよ、ロシアのね、あのブラジルから来たあれかな、ロシアパブによってね、あの漢字でミアって書くいやお前そんな話しとるんだよね、お前そういう濃厚な接触するとこ行ってかんぞ。行ってませんよそんなとこは。行ってませんよ、行ってませんよ、行ってませんよ。あのコロナの前のお話ですよいやそれ見て思い出したでただそんだけ、ただそんだけ、全く英語物語、ほら微妙に残りますとかね。この微妙加減がいいんですよ、この微妙加減が。それよりこれが残っとるな。これか影響でしょう。なんでダメなの、成果になるの、何アウトカムなの、目的でダメなの、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 ちょっと後で見直すよ。ダメなの、ダメなの、なんかあの弾が続くのデラ怖えなあれ。あれ何、あとなんかデラ重いの出てくるんじゃないの、こちらの方なんか緑の緑赤着て次何水色全部使うの、違うでしょ、なんか重いの来るんじゃないの、なんか来るんじゃないの、次何が来るの、次何が来るの、何が来るの、次何が来るの、何が来るの、次ミカも大体出てくるもんな、やっぱな。ウッスもそうだな、今回はハマっただれだけど難しいよね。結構ここら辺って何コスト低いもんで、この3ターン目ぐらいか、あれ古いやつ買う人ですよね、やっぱね、あの火があろうがなかろうが。さてと、え本当にこれ水の玉できたか、次何が出てくるの、あともう玉ないよ、どうするの次、ん何何何何何、次何が出てくるの、ちょっと待ってよ、ちょっと待って、あれコストっていくつだった、8だった6だった、8だったよね、おこしんが6だったか、え次何が出てくるの、はばきとか出てくるの、ひょっとして、それのが興味あるな、次何が出てくるの、次何が出てくるの、何次は、次は次は次は、次何が出てくるの、次何が出てくるの、なんだ、多分タゲっとるもんな、タゲっとるもんな、何が出てくる、何が出てくると思います、はばきはちょっと重いよな、60は重いよな、どう思います、どう思います、次何が出てくる、次何が出てくる、あとに蛇が出てくるか、蛇の次何でいくの、何でいくの、蛇の次は、え蛇の次何がでいくの、それみたいな、あいかんか、蘇生が俺であかんか、次が見れんか、こっち終わりそうじゃねえか、どう見ても。蛇の次何出すの、あと一人見れるな、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 次何が出てくる、次何が出てくる、こっち行っとくか、これ頻繁と時々ってさ反対になるんか、
フリークエント頻繁ですかね。オケージュなら時々ですかね。あ、反対になるのか。次何、次何。え、何、ヘビやってるのにみんなで、いや、殴ろうってことこれ。すごいな。す、あ、そういうの。あ、そうか、そうか。あ、そういうことか。あ、そういうことか。ヘビ入れて何、さらにまたあれか。全体こう、あ、あれか。殴ったれってことか。私よりなかなか攻撃的だよね。Thanks。間違えてなくてもなんか微妙な展開だったよ、これね、私ね。ね、なんかね。あ、そうか。Thanks。殴っていくんか。殴っていくんか。デッキ的に、まあまあ、自分で言うな。間違えてますけど、そうだね、これやっぱ間違えとるね。だってここあれだもんね、いかに迷っとるかとかね。エフェクトって何、効果の影響じゃないよね。結果効果効き目影響だよね。ちょっと待った、影響じゃないね。私ずっと影響で覚えてたんですけど、結果効果影響、これこんだけなんか意味があるってことは、このエフェクトになんかあれね、語源の意味があるでしょうね。あのコアになる単語が多分あるはず、これエフェクトで絶対あるはず。 EF だからなんかエフェクトとかなんかあるかな、あのラテン語かなんかで多分あるんじゃないかな、これ多分なんかあると思う、これそのコアになる言葉が、それを覚えんと多分これあれだわ。これは4つもこんな何効果とか目的とか、そんなどうした同士とか、そんな果たすとか、こんなとこまではやってたらこんなも絶対終わらんわ。絶対ある、絶対ある。なんかこれはフェクトとかなんかにあるんかな、これ EF がなんか窃盗士とかなんかそういうあれじゃないんかな、違うんかな、これ影響だよな。影響さ、結果とか効果なら確かにアウトカムはね、類似になるけど、影響、影響だから私なんか違うと思ったんですよ、これで無理やりなんか原因とかにこじつけたんですよ。影響って原因だよね。ダメかな、パーパス目的だもんね、影響で。ダメかな、原因としてダメなんかも、なんか巻いちゃうもんみたいな。まあまあそこら辺はさっときまして、やっぱこれもう一回見ても悩むわ。影響ってそのままポンってエフェクト見た瞬間に押すから、影響あるのなんだろうって見ちゃうね。アクシデント押しそうになるもんね、これ一瞬ね。影響でね、なんか恋に起こるとかね。今見たであれだけど、これいかんな。ちょっとあれだな、 F のあれだな、エフェクトなんかあれだな、コアになる部分をね探しとかんとね。これ一応、あ、そうか、これ出るんかな。やめとくか、やめとくか。エフェクトってね、Google でそのまま英語で入れちゃうとね、英語で入れて、あの画面変えると 元に戻すのがめんどくさいでやめますけど、あのブラウザとかいろいろ開きっぱなしなので、あのね、見せていいものとか見せていけないものとかいろ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 、まあまあまあありますがね。それやると、やって、あのエフェクトの文字検索じゃなくて、あの画像検索するんですよ、イメージで。英語で言うと、英語、あの英語表記に私してやるから、それにしてやると、それでするとエフェクトのバーっていうなんかね、画像からね、視覚に出てくるようなところでもね、そこ調べていくとね、わりかし英単語のあれのね、直結した単語に分かりやすくつながるんですよ。つながるくせにお前全然覚えてねえだろうね。またそういう話は抜きにしまして、でもまあまあここら辺あれですかね、これ凸が足りんのかな。私これは費用対効果素直に高いと思います。18であれね、ここら辺の低コストよく使うね、私ね。向こう持ってないからだろうね。あ、向こうと比較した方がいいでやるか。まあね、お前脳書き長いんでね、変えてけということでね。はい、ということで、分かりましたということで、とりあえずアカウント変えていきますということで、チェンジ。はい、ということでアカウント変えてきまして、こちらの方は、どうでしょうかということが、昨日31の17で来まして、本日が48の26で終わってます。ランクがそんな変わってないね。というのが、48、31だから、17の26の17、9。17の9、良くないですよね。良くないですよね。あ、やっぱ私的にここの差じゃないかなって。微妙なところ。ここよりここじゃないかなって。コスト的なところね。そうすると、ここに入れるんですがね。なんだあれ。名前出てこんが。気持ち悪いな、気持ち悪いな。
あのジョージョージョー名前でこう名前でこうというのはこっちね凸が足らんのですよ。6の1なんですよ、ミシェルジョー。そんなんで使うのやめたのかな。でどっちみち同じ構成だったら面白くないですかね。そんなんで分けようかなと思ってね。でこれがまあやっぱね、あのまとまりすぎて本当器用貧乏みたいな、叩けんし微妙に叩かれるし、なんかあれだよな、これ入れるんだったらあと3コスト出して新潟さん入れた方が、だったらもう20にして、あの三笠先生入れてここら辺にもうちょいコストを枠20にすると4出るから21ぐらい入れますかねっていうのも考えたんですけど、こっち三笠先生あいにく私ね、あの1凸ぐらいじゃないかな確か、なんでそこら辺の入れれるとこはないんで、ちょっと待ってくださいよ。あれどこ行った、ほらこうやってね押しとる時もね、こうやってここ押してますが、ここポンポンって出てますが、親指で要はここら辺触ってますが、親指でねここら辺触っとるつもりでもね、こっち行くとこが多いんですよ。あの一応ね問題間違えたら言い訳みたいな、いや本当にね iPhone の方ねなんかね親指でかいわけじゃないけど、よう落ち、間違えるんですよ。落ち間違えるってお前子供みたいなこと言ってるんだ。右行ってねスコアでスクロールするつもりがね左戻っとる時結構あるんですよ。まあそういう余談話はさときまして、これがね三笠先生こんな感じなんですよ。6の1なんでね、なかなかあれだな、低コスト用のあれだね、コスパがいいっていうのは、要は費用対効果が高い、コストに対して能力が高い、攻撃力が高いとか、体力が高いとか、トータルバランスがいいとか、そういうのもやっぱ持っとくのあれだね、ここら辺ね、微妙に必要だね。あと何だった？何だった？こっちじゃなかったかな？あのあれ、何だった？対戦中にあった時に何だった？ここにあれだね、あの深海トナーさん入れとる人いましたね。で初手がねすごい軽いので、何だったかなあれ、あいつあの月別で取れるようなやつ、コスト8とか10ぐらいのやつ入れとる人いましたよ。それでもね S ランクだったかな、デッキ忘れちゃった、確かど、あ向こうの方にメモったんか、真似ようとして、多分あれだよね、深海トナーさんがマックスなんでしょうね。まあ、そんな風なデッキも私試したいんで、チケットを貯めていきたいというところで、向こうは確かもう300以上いっとるはずだよ。こっち277でしょ。こっち1回あのガチャチケット使って引いとるで、向こうはね300いくつだったかな、枚数見てないな、覚えてないな、問題も覚えないな、それ自分のチケットの枚数も覚えてないよな。まあということで、確かに昨日から成績変わってないというそこまであれだよね。私はやっぱここら辺に原因があるんじゃないかなと、書店のところで。これが本当企業貧乏で、これはだからもうちょい変えた方がいいだろうな。それで変えた方がいいと言って、カッと見ても攻撃で見ていくと、ここら辺なんか当然コスト高いですがね、これが入れれるような状況じゃないですかね。これ入れるなら新潟さんとか入れますわね。でもうちょい下がっていくと、ここら辺でもコストまだあれだもんね。そうするとここら辺が目に来るかっていうとこだよな。でもこれ真面目な話して、例えば初手抜きたいは当然こういう火力入れますがね、でも長い目で勝ちたいときは、あの体力の方に6か7ぐらいの比率を置いて攻撃3ぐらいの割合のやつのが多分トータルとして勝ちやすい。だからバランス的にはばきみたいな、これだとちょっとバランス悪いですよね。6800の2300だから、はばきだとこれが6800の4000ぐらいあるから、それぐらいのバランスのちょっとわがままな言い方しますけどね。これでもそうだね。これぐらい、こんな感じのバランスのやつ、もうちょいあれだね、攻撃寄りのやつ。そういうのは多分あれだよね。そんなわがままのこと言うのが、だから三笠先生とか新潟のところね、低コスト的に言うと。これだと火力が低いんですよね。耐える可能性はあるけど、耐えるゲームじゃないからね、これはね。まあ、そこら辺の目線で見ていくと、やっぱこういうとこが来ますわね。松山でもあれかなと思ったけど、私やっぱあれだな、耐えるのは趣味じゃないでな、そこら辺はな。だったらこっちだよな。26でな、ここを狙うわな。そういうとこかな、所定やっぱ拾ってくると。ただこれ行くと、結局ユカタンがおるもんで、火は避けたい。じゃあお前なんで全属性使っとるんだっていう話なんですけど、いや、たまにはね、なんか使ってみたかったんですよ。全属性だね。全属性入れたら、どんなやつでもなんか何、回答スピードが速ければ抜けんかなと思ったら、いやいや、世の中そんなに甘くはなかったということで、まあとりあえずやっていきましょうということで、レッツラドン。それもでかいんだよね。全属性にすると、あれ食らうっていうの。ゆかさん、もろ食らうっていうの。それは自ら首を絞めにいっとるもんね、実はね。そこがあるだろうな。低コストであればあるほどね、あそこら辺で座れるでね。
さらにヒデもね、どこだった？あの水吸うやつとかいますが、ゼロターンでスキル使うの。そのあたり食らうからね。初手考えるとこれあれかな、火じゃなくて風か水かな、でどっかな、浴衣が出てくる想定として、もちろんあれだな、早押しに勝たな感じでもありますけど、ミシェルだな、ミシェルだな、うん、このね、イーストウエストもね、前も言ったと思うんですけどね、めっちゃ悩む、本当に。あの西部劇のウエスト、それでああ西だなって、でワンピースのイーストブルー、あれでああ東だなって、そんな感じなんですよ。ユカさんでね、しっかり残っとんな、めんどくさいやつが。ああこれ漢字難しいね。なんていうの、戸口、小口、戸口、戸口でいいの、戸口でいいのかな、あの、まあ、日本人だろ、漢字から入れ直さなあかんか、まあというところですけど、まさかの残っとるな、残っとるな、これが使うよな、やっぱ引いたな。これって何、この問題私見たことないんですけど、あれこんな問題あったの、初見、これ、初見じゃないよな、初見って言うんですよね、ずっと私初見って呼んでるんですけど、いや、まあ、ほんと英語の前にあれだぞ、日本語とか漢字とかその喋り方とか根本的なところが多分やり直そうな感じ。まあもうね、今更やり直してもそれは修正不可能ということで、これで、あーそうか、こっち行くか、本当は向こう行きたいんだけど、風がおらんでな、最初一瞬行ったんだけど、でもあれだね、このなんかさ、子供ドラゴンの顔にさ、何番何番とか言われてもさ、なんかちっちゃい子がダダこんでたみたいに説得力ないよね。この顔で思うね、あの番号いい人で。これなんか怖がるとかだとね、あの従わなあかんかなと思うけど、この よだれドラゴンに言われてもね、うーんってなるよね。それはあるわな、これな。大仏がね、微妙に仕事するんだよね。あ、大仏も私使いましたわ。なんかあまりになんか火食らうもんで。これでも結構食らってんの。結構やられて。ちょっと残ると次大仏食うと、あらららららってなるもんで。地味に子供ドラゴン仕事したね、なんかね。引きずるじゃないの、これ。ドラッグになるの、引きずるだと。この糸とスレッドとありましたが、あれもあかん。あの、糸とありますが、TR の頭文字のやつ。あれもあかんな。スペルに取るやつ、お前みんなあかんな。まあ、そこら辺はさておきまして。あ、そうだ、間違えるんですよ、あれのね。今問題出てこんのかなけど。後ろの善を見つけるまであれだったのすごい頭の中で数秒溜まったので見とったね。なんか絶対後ろにあのこうするやつがあるんですよ。あのスタサポでこうって言うんですよ。こうって言うんですよ、あの講師の先生が。そうざっととかだと、例えばそうを見た時にざっとがこうっていう意味で息が合うというところで、だから絶対その関係のあるやつを、探す。これ何だった、何だったこれ、何だった、1じゃなかったか、2だったか、そのまま待っちゃったか、これいかんわ、これ何やったわ、ま、マッチじゃないかな、確かなんかウェルのやつあったよね、英語物語で、確か1個なんかそんな問題あった覚えある、それがなんか頭の中であれだよね、交差しとったね、これ私使った方がいいだろう。ここの後あれだな、最後にでも何ハンコタンもどこのあれ、叩きたい家ってことあれ、そういうこと、火力上げたいでハンコタン入れるってことあれ、なかなか恐ろしいことやるね。これあれだね、私なんか戦犯だね、戦犯だね、これね、微妙なところで戦犯だね、前半だね、微妙にね、ほったもっと楽な展開だったので、ね、これ多分で、ね、あのあれ名前で今回の名前バンドマンか、
これ入れるのでも結構重いよな。30いくつだもんな。ここは分かるんですよ。これは分かる。ただちょっと捨て的になんか微妙だよな。だったらここら辺小林先生いるようなとこ。Thanks。前半だよね。なんか もっと多分楽だったので。ちょっとあの問題見直さなかな。Thanks。偉そうに言うなみたいな名前がみんな元だね。なんだあんなやろう、なんだあんなやろうって。まあということで。微妙なんだよね、所定がやっぱね。試したいでこだわって使ったんですけど。1だけど、多分向こうでね、間違えとると思う。この問題じゃないね。なんか、意図と恐怖とかなんか、この、TR の勝手に頭文字とか窃盗詞とか言っちゃいますけど、のやつがありますが、あるんですよ。あるんですよ。そこら辺が頭よぎるね、これ。トレッドで歩く。まあ、そこで冷静に見はあれだけど、そうだな、多分向こうでこれ引っかかっとると思う。それよりこれ、ほら、2の2の6だもん。これね、ね、こういう覚え方して可能ですけどね、確かね、ハウウェルのなんかね、このウェルのやつね、確か問題、答えであったと思うんですよ。それがさっきも言った通り、私の頭の中で非常によぎったんですよ。でそういう覚え方して可能ですよね。ちゃんとこの解説をね、暗記ではないけどね、口ですらそれ言えるようになるぐらいじゃダメなんですよ、このね。ハウエバ形容詞、括弧副詞 SV ってやつね、英語物語の先生言いますもんね、これ早く言うて。ハウエバ形容詞、副詞、SV、噛んだよかね。ハウエバ形容詞、SV、ハウエバ形容詞、SV、ハウエバ形容詞、SV、ハウエバ形容詞、SV。確かあれだよ。先生の名前やめときますけど、あれだよ。うん、そういう人いましたよ、うん、それぐらいにならんとでもあれだね、その何ペラペラ読める喋るそんなぐらいにならんだろうね。だからその答えで英語物語の問題で例えば私のウェルがあったみたいな、そういう覚え方しとってダメなんだろうね。ということで、あ、こういうのは真似しないようにということで、ノーマターハウは分かるよ。それよりデッキがやっぱあれなんだよ。それより初手がね、ここででもあれだな、真面目にじゃないけど、こういう場合 HP で見た方があれだと思うんですけどね。これでも目につけたんかね。やっぱ火力弱いな。そうするとやっぱ三河先生とか、三河先生結局あれなんだな、火が入るまで浴衣に襲われる。っていうとさっきの結局あいつに来るんだよね。クエーサルにね。こっちね、クエーサル持っとるんかな。ちょっと待ってくださいよ。持っとるんかな。あるか？レジェンドだよね。だよねって、なんか慣れ慣れしいな、お前。6の1。微妙だね。これじゃあ仕事できん。確か私ね、これ向こうの方のアカウントでね、これ、あいつ、CR の素材ありますわ。どれだったゆるぽ交換の、ネギさんじゃない。これか。これ使って確かあげたんですよ、私。それぐらい多分、持ってないときついだろうなと思って。あれだろうな、水か風でそういう低コストタイプのやつでいかんとあれだろうね、きついだろうね。新潟のとこで火が入るで鬱陶しいんだよね、あの浴衣が出てくるで。なんでかというと20前後ぐらい確かね、そんなにないんかな。18でしょう。これあかん、火でいかんか。やっぱここへ来るんだよな、どうしても風とかで。俺じゃああれか、浴衣使えって話だけど、あんた、あれだね、限度低いね。ここら辺なんだよね。22ぐらい来ると高いんですよね、これね。で、火じゃダメなんですよね。だから結構条件限られるんだよね、そうやって言い出すと。そうだよね、ここら辺来るとあれだよな。これとかは。これ、ま、上げたらそこそこあれじゃない？いかんな、あれか。3000以上ぐらいはないというかもんな、トータルで。難しいね。そう考えると、だからあれだね、クエーサル行くんだろうね。そうすると、ここにあれか。また名前が出てこんな、名前が出てこん。私のお気に入りの。これが使えるとね、ミシェル城がね。これ入れてもお気に入りいますけど、相手あんま水使ってこんもんね、当たり前だけど。っていうか、これヒルズ、水抜きたいっていう、どっちかというと、あれだろうね、ニューとか、あれ、エトナさん、それを抜きたいんだもんね。だいたいこういう低コストじゃないけど、そういう時って、普通エトナさんじゃなくて、進化エトナさんが出てくるから、あれ、火だけだもんね、抜けんもんね。そこらへんとこだな。
もうちょいあれか、あとあれだね、チケット溜まってきたんで、向こうは多分320で進化ね突できるんで、ちょうどここに見えてるのね、レストランとか突できるんで分けたいね。こっちでレストラン突して、向こうでエツナさん突しようかなって、あのもちろん現実マックス目指しますよ。そんなのちょっと考えとるんですよね。とまあね、そんな感じできましてね、やっぱここら辺の書店のあれじゃないかな、影響じゃないかな、やっとる人はね一緒だしね、間違えるようなね問題も大体スペルのね似たようなところばっかりやらかしとるような人だからね、構成的にあれだもんね、後半そんな変わらんし、突具合も別にこことここは一緒かマックスだもんね、ここはちょっと違うだけど、こんなよだれドラゴンのそういうぐらいの突でそこまで差が出るとは思えんし、書店がやっぱ一番影響でかいんじゃないかなってね、多分そんな感じじゃないかなってやっとる人一緒だもんね。ヒルズだけでそんな差が出る、あでもあれか、ヒルズとミシェルであれか差が出るか、まあそんな感じですかね。ということでこれ本当に明日で最終日なんかね、ゴールデンウィークかなんかに、もう昨日かなんかも行った覚えありますけど、出とったんでね、そのなんだ後半があるようなないようなことはっきりと確定ではないと思うんですけど、ここには別に寝てないもんね。ゴールデンウィークはでも絶対あれでしょうね、対戦イベント来るでしょうね、そのうちね、来週か今週あれか、もう終わりか、来週ぐらいに協力挟んで、協力ありますよね多分ね、ちょっと待ってよ、枠が余っとるは協力あるけど、枠が余っとるか、枠が余っとるね、しっかり余っとるね、ここね、ここだよね、ここあれこれ取ってないんか、これって米倉家か、ひょっとして米倉家か、これってイベントだよ、そうだよね、米倉家だとエクストラだよね、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 そうだね、イベントだね、イベントだから多分協力が来週ぐらいに来て、来週が20日の週、その次が27の週だから、ゴールデンウィーク差し掛かる子でしょ、だからそこら辺多分対戦か、これの後半が来るか、っていうこと、私多分、まあ日替わりみたいなやつが来ると思ったんですけどね、うん、いや、絶対思ったんですよ。いやそこら辺でね、試練なんとこないかななんて、またね、これぶっ放したいななんて、ちょっと思ってたんですけどね、試練な行くか、進化ね、作るかね、進化あれ、エゾナさんとレストラン作るかね、まあ、そこら辺悩みどころですけどね、と、まあそんな感じでいきましてね、まあ、やっぱここじゃないかな、これ結局ね、ずっと試しましたけど、企業貧乏だね、あんまりだね、叩けんし、叩かれるし、吸われるし、じゃあ使うなよってことする、まあまあそこら辺ね、いろいろ試してみたいというところで、はい、ということで、そんな感じ。Oli!